マクラーレン F1 のランドノリスは、6月23日に行われたスペイン GP のスタートで最高のグリッドから2つポジションを落としたことに責任を感じており、第1スティントでジョージ・ラッセル、メルセデス、ノーシロでタイムを失ったことにより勝利を逃したと考えている。また、戦略が計画通りに機能しなかったこともほのめかした。しかしチーム代表のアンドレア・ステラは、 先週日曜日のカタロニアサーキットでは、とりわけ第1スティントでノリスとオスカー・ピアストリ、マクラーレンの両者にロングランをさせるという決断を含め、ドライバーとチームができる限りのことをしたと断言した。ステラはリードしていても全く同じ戦略を取っただろうと語り、16周目や17周目にピットインする、ライバルチームのドライバーたちを見て非常に驚いたと認めた。 このコースには少々自業自得の面がある。デグラデーション、タイヤの劣化が非常に激しく、オーバーテイクが簡単なので、これでレースに復帰できると考えて自分たちのレースをした。しかしスタートでラッセルの後方で遅れを取りすぎてしまった。そうでなければ、66周の終わりにレースは我々の手にあったことだろう。意欲を引き出すことに長けているステラは、 我々のストラテジストたちの素晴らしい仕事を称賛したいと述べる。そして同志は、これが我々が考えていたことだからだ。実際そうだったが、ピットインを行うのにみんながプレッシャーを感じていたとしても、予想通りの展開になったのだと強調した。それでもステラは、マクラーレンとノリスの勝利を阻んだのは些細なことだったと認め、次のように指摘した。 予選での差が0.02秒に満たなかったのは2度目だ全てが非常にタイトになってきているこうなるとちょっとした不正確さを補う余裕がないくらい細かい部分が非常に重要になるんだ先週末のレースに焦点を当てたステラはスタートが最終結果を決定づける要因だったことを明らかにした主な要因は我々がスタートで首位の座を守れなかったことだ しかし、バルセロナではこのことは必ずしも意外ではない。ターン1までの距離が長く、マシーンは高いレベルのダウンフォースで走行するため、スリップストリームを少しでも得るとすぐに前のマシンよりもずっと速くなる。そのためランドはポールポジションを守れる状態になかったとドライバーを擁護した。レースは我々のものになると信じていたため、 トラブルにに巻き込まれないようにした彼の賢明な判断を評価ししているしかし、ラッセルの後ろで失ったタイムは大きすぎた。つまり、ターン1で失ったいくつかのポジションと、ラッセルの後ろで失ったタイム、これら2点がスペイン GP での決定的な要因と言えるだろう。